ただいまより第1回国家戦略会議を開会いたします。10月28日、野田内閣での重要政策の構想・統括を行う国家戦略会議がスタートしました。このまま少子高齢化とかエネルギーの制約によって極東の片隅に位置する元気のない国で終わってしまうのか、そうではなくもう一回ビジネスチャンスやライフチャンスに満ち溢れた元気な日本を作っていけるかどうか。この国家戦略会議の構成員には総理大臣をはじめとする閣僚のほかに、日銀の白川総裁や経団連会長も務める住友化学株式会社の米倉会長、 JICA の尾形貞子理事長、このほかにも連合の古賀会長など各界の第一線で指揮を執る方々が名を連ねます。戦略的にまさに国家的な課題を解決をするためのビジョンというものを皆さんと英知を集めて切り上げていきたいと思います。日本再生のまさに基本戦略を年内に作っていくということが当面 の大きな課題でございます。その基本戦略策定に向けた重要課題は、東日本大震災福島第一原発事故からの復活、そして経済の立て直しです。今後12月に基本戦略を取りまとめ、来年中頃に具体策を含めた日本再生戦略の作成を目指します。その事務局は国家戦略室が担っていきます。この会議が司令塔として機能するように皆様のご協力をお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。